ほら、イカをあげます。あ、イカ好きなんだ。6時、朝6時これで今からじゃあ作業できるわけね。おー、ドラえもん。おはよう。おはよう、うん、おはよう。よく眠れた。よかった。それはよかった。そうだ、のび太くんならお昼も寝れるんじゃない。そうだね。外だったら好きな時間にお昼寝ができる。ほうほう。へえ。寝てみるよ。あれ寝てみるよって。そうだ。へえ、まだあんの。ほら、牧場やらしてよ。おはよう。おはよう。なんだ。うん。うん。帳簿。帳簿を見るってのもある。なに。そうだ。ねえ。ねえ、嫁さん、ここは僕から。うん。もう助手として板についていくね。帳簿というのはね、牧場の売り上げが見られるものなんだ。これはね。これが帳簿だよ。ここの本棚から確認ができる。僕がしっかり書いておくからいつでも OK で、この本棚には帳簿以外にも図鑑がある。へえ、頑張れ。のび太くんが今まで手に入れてきた作物が見られるんだよ。集めてみてね。うん、うん。それじゃあ、あれ、すごいね、もう板についてんだね、うん、ドラえもんはね。うん。そうだ、そういえばドラえもんで蝶々さんの家に住んでるんだっけ。うん、うん、2階を借りてるんだ。へえ、見せて見せて、うん、いいよ。おお、どうだい、め結構いい部屋だろ。いい部屋だね。ねえ、鏡とか、鏡とか使うの。めっちゃいい部屋。もしかして、え、もしもボックス。え、やれやれ。そっか、だから、え、使っていいんだ。はあ、やり戻しが効くってこと。そうだ、もしもボックス使えたらもう良くない。うん、はあ、あれ、うん、これは、はあ、お祭り。うわー、そうだ、うん、なに、うん、え、美しい、そうだ。かけよう。もちろん。よし。あ、ドラえもん来んの。うん、あるじゃん。あ、だからね、だからね、こんな感じで山には山菜や花、海には貝殻が落ちてるみたいな。へえ。拾って出荷しても良さそうだね。そうだね。いっぱい拾ったら大金持ちかも。よし、とにかくつくしを拾ってヤーメンさんのところに持っていこう。うん、よし、よし、それじゃ帰ろう。直接持っていくのこちら。ありがとう。おお、やった、これで株ができるね。またね、うん、頑張れ。のび太くん頑張ってね。よしよしよし。あれ、掲示板？おー、案内板。へぇ、うん、ね、ドラえもんのがいい部屋だよね。よし、ジギグ牧場。じゃあね、これで割れんの。えい、おいや、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 全然割れねえじゃん。えい、えい、えい、全然割れねえじゃん。えい、えい、え、えい、えい、ハンマーでいいんだよね。えい、えい、全然壊れてる。おー、壊れた。え、あ、こういうことか。なるほどね。あれ、これ拾えないね。まあまあ、でも最初はね、はい、で、これで、えい、えい、壊しとこう。石はまあいらんでしょ。えい、
い。このでっかい木とかはちょっとねいいかもしれないけど、えい、この辺ちょっとやってみますか。えい、一旦四方をやって量はまだないんだよね、多分ね。うん、オッケーオッケー。じゃああとはやれるだけこの辺をきれいにしますか。まあみんなのそドラえもんとかの信頼も一緒なのまだ。嘘。ドラえもんの信頼もまだ低いんですけど私。嘘でしょ。今までの友達はもうちょい信頼度高くあってよ。体力だいぶ減ってるね。鶏小屋、まあ、鶏小屋はあるんだ。動物小屋もある。ただ動物飼えなくはないよね。木こりの森、あ、結構やっぱ広い広い。おはよう。おはよう。うん、ねえ、だってくれるの。いいね。え、急に、急にありがとう。近づいてきたよ。だから、うん、これちょっと効果があるの、うん、何、うん、待ってね。へえ、実は、時間とかによって魚変わるよってのそんなに驚く。さすがにシーファーも笑ってるね。なんで、だって、うん、そっか、それじゃあ、意外と伸びたぐらい、こう、素直でバカなやつは、疲れるかもね、シーファーにね。そっか。え？ん？どうした？カズキ先生なら持ってくね。おーい！ありがとう。おお！めっちゃ今、エチエチのハート出たよ、これ。マジで？やっぱちょっとバカっぽい方がいいのかな？釣り竿ちょうだい、シーファーさん。シーファーさんとの、ちょっと、あれを。あー、カバいっぱいか。やっぱそうなのか。捨てる。ここに捨てた。シーファーさんの家に捨てた。やったー。あ、買える。これでもさ、今お金物が言えないよね。ちょっとでもさ、すごい、え、捨てて釣りをしてみたい。キュンってなんのかね。お、来るか。あ、ダメだ。え、もっとポチョンってまで行かないといけないのかな。タイミングがいまいちわかんない。この辺から、この辺から。ポチャンであれかね、うん、来たよ。よし。おお、スズキ。よし、初めて魚釣ったよ。これどうだい、これ買ってくれたりすんのかな。それはしないのか。
ちょっとあげちゃう、ちょっと。あ、じゃあこれじゃなくて鈴木あげちゃう、これ。ジーファーさん、ほら、鈴木だよ。あ、ちょっとハート出てきた。あららら、らこれいいんじゃない、ちょっと今日ちょっと今日ちょっとさ、これシーファー好感度あげよう、これで釣りゲーにしよう、このゲーム牧場物語つってるけど、釣りゲーにしよう、これよしよしよし、来い来い来い、恋愛と釣り、あ、ちっちゃいな、これよし。あ、でもでも、あ、でもでかい、アジか、あ、でも でかくないか、シーファー、シーファーに、ちょっとまた魚アジあげるよ、ほら、え、カワハギいいですね。カワハギいいな。カワハギうまいよね。いや、1匹ぐらい釣ってね、両方あげたりする。ね、カワハギいいですね。いいな、普通にいいな。よし。おお、タイじゃん、タイあげようタイあげよう、タイ、あれいない、え、シーファーさんはどこ行った、あ、浜辺にいる、浜辺の方行っちゃった、シーファーさんにタイあげよう、タイよこれ、あ、これか、あ、いいね、じゃあアイテムそう、どうも、タイよ、おい、だ、じゃあカワハギは、あ、もうダメなんだ、ダメか、ダメか、でちょっとずつね、シーファーさんの心は動いていってるよ、これ、ね、よし、おーおお、すごい、こっちだ、え、なにこれ、ま、え、気持ち悪いめっちゃ気持ち悪いの出てきちゃったよ、もう、気持ち悪い、今食っていいかもね、しばらく、おう、おう、うん、そのそうだな、え、おい、資材置き場へ、はい、え、ほら、ありがとう、ありがとう、パグくれた、うん、まずは足りねえんだ、1時過ぎたよ、これいなくなった、いや、いるね、読み込みで外になった、いやいやいや、一緒に一緒に寝てんのジャイアンの並んで道具も改善したいんだけどね、あ、いる、よっと待ち構えてる、1時間あそこで粘ってんの、あいつ相当だね、えいえい、はい、疲れてきた、分かった分かった分かった、もうこれ今日これで終わり、今日はもう持って帰っていいよ、はい、もういいよ、持って帰って、私は寝る、ん、カブじゃないもん、これよっしゃ、収穫した、よし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 、収穫したぜ、これはどうすりゃいいの、出荷すりゃいいの、一回出荷しちゃおうか、よし、おお、イカ、イカあげよう、ちょっといろんな人に話し、こいついつもいんな、ここに、お前やっぱり好きなんじゃねえか、あ、書いてある、あ、この時間に行かなきゃいけないのか、
というかは、おはよう。ほら、イカをあげます。どうも。あ、イカ好きなんだあ、仲良くなった。おー、ハートが2個ついてる。よっしゃよっしゃ。でも効率的に何か好きなものをあげないといけないかもね、もしかしたらね。羊、たっか、たっか。どういうことこれ。え、精子のなんかこうギュッとしたやつってことこれ。羊の種。え、はあ、じゃあメスの羊を飼って、まあまあ父もね出るから、メスの羊を飼って、あ、え、精子は別に飼うってこと。精子買うんだ、4000くらいで。はあ、そう。まあ確かにね、乳絞ったり、すーげえ乳だって虫下に出てるもんね。みんな女の子なんだ、だから基本は。あ、そうだよね。これ見る、あげよう。あ、はい、メアトリぐらい買えないかな。あ、ちょうど買える。買ってみますか。冥王と名付けますね。はい。泣きの王、冥王。はい。まあ冥王となる。あの。ねえ。うん。買ったことあるかしら。ああ、そうだわ。買わなくていいの？あ、いる！かわいい！いる！うん！それじゃあ、うん、そのままだね。はあ？そのままだねっつったら、あ？そりゃそうだろ。めっちゃ喧嘩、喧嘩すんなってお前ら。晴れだからね、ここで降ろそうかな。はい、どうだ、動いていいんだぞ。元気か本当にお前は。一切動かないけど本当に元気か。うん、あー、動いて動いて、よかったよかった。よし、これがいいんじゃない。肥料、嘘やろ。
肥料びちょびちょよ塩もすごいし絶対ダメでしょ。海だよ。だって塩分ダメでしょ。大体ああいう津波とかでさ畑ダメになっちゃうって言うじゃん。よし、マジね。よし、お、イカだ。来た。よっしゃよっしゃ。イカさえあげときゃ、イカさえあげときゃ、あの子はもうこっちのものよイカさえあげときゃもう惚れるんだから。意外とね、イカデレ、イカデレだから。卵だ。えお、いらっしゃい。こんにちは。こんにちは。ねえ、何？あ、カバン持ってる。なんで？実は、へえ、そうね、ありがとうよしよし、買おう。いらっしゃい。季節だよね、多分ね。緑は違う、マーガレット8日結構かかるね。虫網売ってる、高っ。6,000円。あー、うーん、株を4、ジャガイモ4、マーガレット4。よし、これいこう。やっぱでも株は早いんだね。おやすみ。ドラえもんにタコいっぱい持ってる。タコばっかだ。